ミドルセックス軍はアメリカ合衆国ニュージャージー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は80万9858人であり、2000年の75万162人から8.0%増加した。州内では人口第2位の軍である。軍庁所在地はニューブランズウィック市であり、同軍で 人口最大の都市はエジソンタウンシップである。ミドルセックス郡はニューヨーク大都市圏に属している。ニュージャージー州の人口重心が郡内を通るニュージャージーターンパイクのすぐ東、イーストブランズウィックタウンシップの中にある。2000年の国勢調査では世帯あたり収入の中央値で国内第63位だった。 アメリカ合衆国商務省経済分析局によれば2009年の一人あたり年収で国内3113軍のうちの第143位州内では第10位だった。軍名はイングランドのミドルセックス州から取られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は322.83平方マイルであり、 このうち陸地308.91平方マイル、水域は13.91平方マイルで、水域率は4.31%である。軍の中央をラリタン川が流れている。地形的には、州中央部に、典型的な平坦さ差であり、起伏が少ない。軍内最高地点は、サウスブランズウィックタウンシップのアメリカ国道1号線に、近い丘であり、海抜約300フィートである。 最低地点は海面である。軍内には多くの軍道、修道、アメリカ国道、周回高速道路、及び有料道路が通っている。軍道としては501号線、514号線、516号線、520号線、522号線、527号線、529号線、531号線。ニュージャージー修道としては十八号線。 26号線、27号線、28号線、32号線、33号線、34号線、35号線、91号線、171号線、172号線、184号線、440号線がある。アメリカ国道としては、アメリカ国道1号線、9号線、130号線が通っている。 週刊高速道路もいくつかある。ミドルセックスフリーウェイの南端があり、修道440号線に変わり、アウターブリッジクロッシングに至る。ガーデンステートパークウェイが、軍東端を通り、インターチェンジは9つ、分岐道路の北端になる。ニュージャージーターンパイクは、週刊高速道路95号線と合流して、軍の中心を通る。軍内に、インターチェンジが5箇所ある。 デュアルデュアル配列の南端もある。ニュージャージータウンパイク管理局は、修道92号線の建設を計画していたが、2006年12月1日に中止された。その代わりに、デュアルデュアル配列をモンロータウンシップから南に、マンスフィールドタウンシップまで延伸しようとしている。2014年の完成を目指している。内には、ニュージャージートランジットの鉄道線と同じく、 ニュージャージートランジットと高知 USA のバス路線が走っている。軍内の全タウンシップを通る路線が設定されている。鉄道はノースジャージー海岸線、ノースイーストコリダー線、ラリタンバレー線がある。ノースジャージー海岸線は軍の東部を通っている。ノースイーストコリダー線は北部を抜けている。ラリタンバレー線は北のユニオン軍との軍境に沿った町を通っている。 都市間旅客鉄道はアムトラックが運行している。アセラエクスプレス、キーストーンサービス、ノースイーストリージョナル、バーモンター号が走っているが、キーストーンサービス号とノースイーストリージョナル号のみが、軍内のニューブランズウィックあるいはメトロパークに停車する。近年、軍庁所在地であるニューブランズウィック市の平均気温は1月の下市22度から7月の、 過去最低気温は1984年1月に記録された過市13度であり、過去最高気温は1999年7月に記録された過市103度である。月間降水量は2月の2.98インチから7月の5.08インチまで変化している。二千十年時点でアジア系住民が十七万七十人。 21%を占めている。そのうちの61.75%はインド系アメリカ人であり、軍全人口に対しては12.93%となる。州内の全軍にいるインド系を合算したよりも多い。国内ではカリフォルニア州サンタクララ軍とニューヨーク州クイーンズ区のみが上回っているだけである。中国系アメリカ人も州内では 最大数であり、急速に増加している。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。うちに2000年データを示す。ミドルセックス軍は7人の委員で構成される。軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に、党派選挙で選出される。任期は3年間である。毎年11月の選挙で2人、または3人が改選される。 1>, 1月に開催される委員会で議長と副議長を選出する。議長は軍政府の部門を管理する様々な委員会の委員長と委員に軍政委員を指名する。アメリカ合衆国会議員の選挙ではニュージャージー州第6及び第12選挙区に入っている。2013年時点ではどちらも民主党議員を選出している。ミドルセックス軍は民主党の地盤である。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケディーが共和党のジョージ・ W ・ブッシュに対して13.6%差で軍を制したが州全体では6.7%差だった。2008年では民主党のバラク・オバマが共和党のジョン・マケインに対して21.8%差で軍を制したが州全体では15.5%差だった。 しかし2009年ニュージャージー州知事選挙では共和党のクリス・クリスティが47%を獲得し43%だった民主党のジョン・コー・ザインを破った。ミドルセックス軍には下記の自治体がある。国勢調査指定地域 CDP と未編入の町はその所属するタウンシップの下に挙げる。名称の後の数字は渦の番号である。 CDP と表記されない町は、未編入の町である軍内には5つの総合病院2900床以上が備えられている。軍内の民間大手雇用紙として次の法人がある。雇用数でグループ化してある。モンロータウンシップにあるトンプソン公園。ありがとうございます。